玉道美術館は東京都大梅市小竹一丁目75にある美術館。日本画家の河合玉道の個人美術館である。運営は財団法人玉道会。館長は小沢まり子。約300点を所蔵している。河合玉道は1873年に愛知県羽栗郡街割田村に生まれ、東京美術学校に本画家教授や提出人営員などを務めた。 1940年には文化勲章を受賞している。太平洋戦争中野の1944年には、射精地だった東京都西多摩郡三田村大竹に疎開し、1957年に死去するまで奥多摩の三竹渓谷で暮らした。没後には玉堂の個人美術館を建設しようとする声が上がり、広巡工業を含む多数の団体、地元有志、 玉堂愛好家などから寄付が集まった。15歳頃の写生作品から84歳の絶筆作品まで、所蔵作品の大半は寄贈によるものである。1961年4月に建物が竣工し、没後4年を経た同年5月に玉堂美術館が開館した。1500平方メートルの敷地に、黄金コンクリート作りの陳設室と木造の画室。 中島検索邸の日本庭園などを有する。建物の設計は、後藤美術館なども手掛けている、吉田58。吉田は、スキヤ建築の第一人者であり、玉堂とも親しかった。建物は、ひ田の民家や寺院の回廊などがモチーフとなっている。アメリカの日本庭園専門誌、スキヤリビングマガギネは、2016年の日本庭園、ランキングで、 玉堂美術館の庭園を第10位に選出した JR 大梅線御嶽駅から徒歩3分。玉堂美術館の眼前には玉川が流れ、玉川の左右には遊歩道が通っている。近隣には串館雑誌美術館、多摩新、三岳美術館、吉川栄治記念館などの文化施設も存在する。ありがとうございます。